がスタート、リムに飛ばすので女子がスタート。まずはスタートダッシュ決めたのは野間くさび、そして犬の純子の2人か。さあ現在の先頭木村義偉、その後ろに松本裕介が沈んでいます。この松本選手につきましては30分でレースが終了となります。現在トップ2人は木村義偉、そして松本裕介と、この2人が先頭で砂利の上りに入ってきます。さあそして砂利を押してきた木村義偉と、そして乗ってきた松本裕介、サイドバイサイドぴったりと横に並んでいる状況で最終コーナーへ向かっていきます。非常に速いペース、そしてカテゴリー2、本もうガッツポーズがふるさき順フィニッシュ。